ホワイトホール南方向の眺め。通りの中央には、セノタフと第二次世界大戦女性記念碑、奥にはビッグベンの入る時計塔が見える。ザ・セノタフホワイトホールは、ロンドンのシティオブ、ウェストミンスター内をオ・テムズ川を東にして南北に走る道路である。トラファルガー広場南側のチャリングクロスから南北に走り、中央官長、ダウニング街、 英議会ウェストミンスター宮殿などが沿道界隈にあり、チェルシーへ至る永久道路3212号線の最初の一部区間を形成する。道沿いにはイギリスの中央省庁や政府機関が数多く立ち並んでおり、イギリス政府の中枢として認識されている。このことからホワイトホールの名称はこの通り一体の地名としてだけではなく、 アンにイギリスの政府を示すメトニミーとして用いられることもしばしばある。通りの名前はかつて当地を占有していた広大なホワイトホール宮殿から取られているが、宮殿は1698年の火事により全焼して失われた。当初宮殿の正面へと通じていた幅広の道路が現在のホワイトホールとなり、19世紀初頭にはその北端にトラファルガー広場が建設された。 厳密には、チャリングクロスからダウニング街やリッチモンドテラストの交差点までが本来のホワイトホールであり、それ以南はパーラメントストリートであるが、今日ではそのような明確な区別がなされることはほとんどない。通りの全長は1キロメートルほどである。1740年のホワイトホール南方向の眺め。左手にイニゴジョーンズ作のバンケティングハウス右手に、 ウィリアム・ケント作の財務省の建物中央にホルベインゲートが見える。本来のパーラメントストリートはホワイトホール宮殿の脇を通ってウェストミンスター宮殿へと向かう小さな道路であった。宮殿が消失し、その跡地が片付けられた際に道路は拡張され、最終的には19世紀に現在の光景が完成した。1622年に イニゴージョーンズによって完成したバンケティングハウスはホワイトホール宮殿で唯一残された部分である。チャールズ一世は1649年1月30日にこの建物の正面に据えられた断頭台において処刑されている。王党派に属する人々は現在でも処刑の日に式典を行っている。現在のホワイトホールは英国における政治の中心として機能している。 多くの政府官庁がこの周辺に設けられているため、ホワイトホールという言葉は日本における霞が関と同様に政府を指す際に用いられる。通りに面しては国防省、イギリス陸軍本部、アドミラルティ、ホースガーズなど軍事関連の官庁が多い。全陸軍総司令官であるケンブリッジ公爵、ジョージの騎馬像も置かれている。ダウニング街は通りの南西から伸びている。 1989年からは封鎖され部外者は通れない。ロンドン警視庁の本部であるスコットランドヤードは以前ホワイトホールの北東に位置するグレートスコットランドヤードに置かれており、その名称の由来となった政府関連機関の位置。ありがとうございます。